ーとして三大決戦を控えています。ネバー無差別級、そのタイトルをかけた戦い、そしてストロング無差別級タッグ選手権、そしてタンガロア対チェーズオーエンのスペシャルシングルマッチ、今宵この神戸でも GOD バレットクラブが全面対抗戦を繰り広げていきます。 GOD の精神的支柱ではある邪道を先頭に花道をゆっくりとリングに向かいます。変わりました。邪道GOD として紹介をされたエルファンダンボクレオにジャドーがタッチ。ジャドーとハマトンガの2人、いろいろな恨みがこのデビッド・フィンレイに対してはある2人です。バーラリアット、ジャドーのラリアットでした。言葉まで聞こえてきました。真正面からいった。この久保の最高峰を務めては天山広義、邪道と天山の2人がかり、邪道のモンゴリアン、さあ3発目だ。ただ皆野さん、邪道上手いですよね。上手いですよ、この2人のコンビネーション。いや、新鮮な風景が広がっています。天山さんの邪道、長く見るもんですね。うわぁ、こんな風景がそこに加えて 10.9 両国で戦い決まってますからね。そうなりますね。はい、チェーズ・オーエンズ選手が攻勢に攻めてたんですけども、ここ矢野選手耐えどころですね。そうですね、そういう感じですね。耐えている、耐えている。さあ、まだ耐えている。気合を入れた別串、そしてショルダー投げ倒した。ここはこのタマトンガが下道を仕留めていきました。ちょっと高いぞ、高いぞ、高いぞ。大丈夫か。いや、届いた、届いた。邪道選手怪しかった、怪しかった、怪しかった。ならばやり直します。届いた、届いた。絆を感じますね。はい、 GOD 邪道、エルファンタズム、ヒクレオ、タンガロア、そしてタマトンガ、